諸島の西方約 130km に位置し、2013年11月から活発な噴火活動を続けています。この島に今西側からアプローチしています。西の島は噴火前わずか 0.2 平方キロメートルの小さな島でしたが、2013年11月から2015年12月の第1期、2017年4月から8月の第2期、2018年7月の第3期の活動を経て、2019年12月から第4期の活動に入り、現在も大量の溶岩流を出す活発な活動を続け、島の面積も10倍以上の 3.5 平方キロメートルを超えるまでに大きく成長しています。この島の西側から南側にかけて海に流れ込んでいる溶岩流は、主に第1期、第2期の活動で流出した溶岩流で、波による浸食で大きく削られ断崖が作られています。この撮影は第3期の直後の2018年9月の調査で撮られたもので、第3期に流出した溶岩流を捉えています。第3期の活動は、島の中央に位置する火砕丘の東側にできた火口から溶岩が南東に向かって流れ出し、海岸直前で停止した小規模なものでした。ここが溶岩の流れ出した火口で、そこから海に向かって溶岩が流れ下り、海岸直前のこの辺りで停止しています。溶岩流全体はこのようなもので、周囲の第1期、第2期の溶岩流に比べ小規模なものであることがわかると思います。2019年12月以降も北と北西に大量の溶岩流を出し続け、活発な噴火を続けており、今後の活動を注目しています。